さんトンビ、今移転しましたけども、このカズさんトンビという店にですね、ライブに行ったきっかけが、この、メンバー紹介、ベース F 工事。で、オープンピアノ、寺本文人。私は育ちは松戸でございまして、ずっとですね、千葉県松戸市、小学校は、最初は時計台の第一小学校、1年だけ、2年から第二小学校、第二卒業です。中学は時計台中学校、先ほど美冬様、美冬様は先輩です。そんな縁がありましたですね。カズさんトンビという店があって、そこでライブができるということで行きましたが、もうそのラーメン屋なのになんでブラジルの酒がこんなにいっぱいあったっていう、変な店だなっていうのが盛り上がってましたね。先ほど最初に来てましたけど、平田さんっていうダンサーが今はサンバのダンスの指導を全部フレンチレジャーにされてますけども、その当時は全くカズさんトンビにはサンバのサノジモン、セレージャーのセレジモンなかったんですね。で、普通に私はライブやってたので、じゃあそんな方で、ここからちょっとライブが始まりましてですね、それからサンバの流れっていう感じでお届けしたいと思います。心に悩みのあるときは、うちに閉じ込めていただけない、あと夜空に輝く月の光を浴びてあるこの創作が心の悩みを受けるというありがたい歌をお届けいたしましょう。月光値千金。
さ時はママ優しくしとやかにひざまずいてありゃりゃと笑って手を握りなさい大声あげずに言えなさないならばあらまあ早くしかない初心です。あの人、それ